はい、どうもこんにちは、おつちるです。今日は、やってきましたね、とのために戦え、エリザベロですね、エキスパート行ってみたいと思います。それでは行きましょう。はい、こちらのパーティーで行ってみたいと思います。ですね、フレンドさんにエースが一人もいないです。そりゃそうですよね、私ぐらいですかね。船長をエースにしてるのは。はい、ちょっと使ってない、あまり普段使わないような人を、入れてみました。行ってみましょう。そうなんですよね、エリザベロを一撃で倒せと言っております。まあ要するにワンパンで倒してくださいってことですね。行きましょう。キャベツ、まあ、キャベツ欲しいんですよね、私。いいな。はい、で、グラディウスはね、もうこの前のスゴフェスで、当てたばかりのキャラクターでございます。早速使ってみようかなと思いました。なんかグラディウス強いみたいですね、教えていただきました。おお、なんか手配書が降ってきた。おお。一応貯めます。このエースの超進化早く来ないですかね。私は待っておりますが。このエースの超進化が、ね、本当に運営さんからもらえないのであれば、もう鬼周回しますけどね、私は。他のキャラクターは、そんなに、もう、してないんですけどね。本当に、もう、めちゃめちゃ回りたいと思いますけど。どうですかね、いけますかね、このパーティーで。なんかあれですね、ターンは貯めれますね。あ、このバルトロメオはあれです、シークレットですね。はい、まあ、使わないんですよね。もったいない。1体だけにしよう。初めて使ったかもしれないですね、バルトロメオ。コウモリ、あー、しまった、ブルック。コンボが8ですかね。おお、あ、チームコウ、はいはい、メイたちの力を見せてみよう。なるほど、まあ大丈夫かな、どうかな。属性が違うとあれですね。倒せるのかな。あー、大丈夫ですね。あー、危ない危ない。タップが慣れない。ほぼ慣れないですね。倒しちゃいます。これで、あ、でもベラミーを耐えないといけないですね。
とこたん。ここでいけるかな。あ、ん？上昇させる。あ、そうなんだ。なるほど。通りで。あー、スロットもったいない。はい、さあ来ましたよ。メラミンもたまりましたし、うん、チエムコ、はいはい、おお、なるほど。もうここで勝負をつけないとっていうことですね。まずどうすればいいかな。攻撃しても大丈夫ですかね。すいませんね、あのエースは飛ばさないんで。キャベツ見よう。おお。はい。この後に。なんかいろいろやっても大丈夫なんですかね。初めて見ます。おお。20% 減らしましたね。はい、ベラミン。はい、そしてバルトロメオは意味ない。これでいいのかな。ではこれで行ってみましょう。まあね、キャベツもいるし大丈夫じゃないかな。いや、キャベツがいたから大丈夫だったかもしれないですね、もしかしたら。はい、クリアできました。落ちなかったですね、残念。はい、初クリアでございます。おお、全部。おお、おお、素晴らしい。はい、銀貨の宝刀。はい、ありがとうございます。はい、ということで、こちらですね、エリザベロエキスパート初見でクリアできました。さあさあ、本は必殺本、おゾロですね。フェスゲンゾロいいなぁ。惜しいなぁ。あとは、私はロビンかな。うん。あ、この、心属性のロビン、全然育ててないので、うん。ここをね、紹介したいと思います。うん。ロビン大好きなんでね。はい。今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。